ずは中京テレビハウジング港目ご来場いただきまして誠にありがとうございます。会場内には素敵なモデルハウスがたくさんあります。この後もぜひごゆっくりとご見学ください。また本日モデルハウスをご見学の上アンケートにご協力いただいた方を対象にお楽しみ抽選会を開催しています。お楽しみ抽選会はお姉さんの手の方向緑色のテントで開催していますよ。ぜひモデルハウスをご見学の際にはアンケートのご協力もお願いします。そしてセンターハウスにおきましては5つの勉強会を開催中です。家づくり1年生勉強会、2世帯住宅勉強会、マイホーム資金計画勉強会、住宅ローン勉強会、相続贈与勉強会の5つです。ぜひこの後はセンターハウスへもお越しください。そしてお友達を対象にしたイベントは会場内で開催していますよ。もうみんなはメルヘンハウス発見ラリーには参加してくれましたか？会場内にあるとても可愛い中京くんのお家を見つけて素敵な景品をゲットできるんです。このラリー用紙の配布もお楽しみ抽選会と同じテントで行っているのでまだ参加していないというお友達はこの後ぜひ参加していてください。そして小学校3年生以下のお友達にはふわふわ中京くんでも遊んでもらうことができます。会場内には3つのふわふわが登場しているのでぜひこの後は元気いっぱいにふわふわでも遊んでいてくださいね。そしてそしてみんながお待ちかねの今からのこのステージでは仮面ライダーエグゼイドショーが始まります。みんな寒さに負けないぐらい元気いっぱいの応援お願いしますね。でも小中にはみんなに守ってもらいたいお願いがあります。しっかりと聞いてくださいね。お願いの1つ目、今お姉さんとみんなの間にある赤い線、ここよりもお姉さん側は全てステージです。入ると危ないので絶対に入らないでください。最後まで足やお靴そしてお荷物も出ないように気をつけてくださいね。お願いの2つ目、今座ってみてくれているお友達は最後まで座ったままでお願いします。立ってしまうと後ろから見ているお友達が仮面ライダーのこと見えなくなってしまいます。さあお姉さんからのお願いはこの2つです。みんな最後までしっかりと守ってくださいね。お願いします。そしてそしてショーが終わった後には握手会やグッズの販売、そしてさらにグッズを買ってくれたお友達を対象にサイン会も開催します。ショーが終わってからも仮面ライダーたちと楽しいお時間を過ごしていきましょう。さあそれじゃあお姉さんのお話はここまでです。お待たせしました、仮面ライダーエグゼイドショー始まります。第二戦術レベルアップ、バババババババシューティングミッション開始クリア、無駄足だったな。
足し算が何かなってわからないお友達はお父さんお母さんに聞いてね。そうだね。じゃあまあ早速足し算やっていこっか。オッケー。みんなもお父さんお母さんと一緒に考えてみてくださいね。それでは足し算第1問。1足す2は何でしょう。みんなお答えわかる？1足す2のお答えわかる？大正解！大正解発注！そうですね。1足す2は1、2、3、3。みんな大正解！みんな、ね、こうやってやってごらん。片方の手で2、片方の手で1、それを合体させるんだ。そうそう、こうやってね、お手で使ってやったらね、簡単に足し算も計算できちゃうから、次、お姉さんが足す足し算。次さっきの問題でわからなかったお友達はぜひ指を使いながらやってみてくださいね。みんなも一緒に考えてね。ね。それじゃあ行きますよ。足し算第2問。4足す3は何でしょう。
さあみんな4と3を作って合体させてみて。4と3。さあ分かった人、はーい。おお、後ろの方も、後ろから見てくれているお友達も手を挙げてくれていますね。じゃあまたみんなでお答え言いますよ。せーの、7、7ってお答えが聞こえてきた。エグゼイド合ってる？そう、7です。大成功、拍手。でもさっきより数増えたけどね。ちょっと難しいよね。ね、4と3で7。4と3で1、2、3、4、5、6、7。どうぞみんなお手でも使ったりしてできた？みんなできたかな？できた人、はーい。すごい。じゃあ次は、1人のお手では収まりきらないような数字使っちゃいますよ。みんなお父さんお母さんやお隣にいるお友達の手を借りながら計算してみてくださいね。いきますよ。6、はい、5は何でしょう？分かる人、はーい。6+5。ああ難しいな。どうどう、みんなお手で使いながらできる？お答え分かった人、はーい。あ、ちょっとお手で上がる数が減ったけど、でも元気なお友達たくさんいるから、よし。じゃあこの答えはお父さん1。エグゼイド合ってる？よし、じゃあ僕の手とお姉さんの手で数えてみよう、うん、じゃあまず6。でお姉さん5を出してください。数えるよ、お姉さんお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。すごいね。2人のお手で必要にはなったけど、みんな協力して。お答え分かった？分かった人、はーい。すごい。ちなみに今足したん3問やったんだけど、全部正解できたよって人、はーい。あ、すごい、たくさんいるね。本当だね。じゃあ足し算はここまで。次はもっともっと難しい問題出しますよ。じゃあどんどんかかってこい。じゃあエグゼイドに問題出すね。はい、エグゼイドに向けた計算問題、割り算いきます。321÷7は何でしょう？エグゼイドどう分かる？なんだこの音。いやちゃんとメモリーは取っておいたんだが、復活の呪文が間違っててちょっと苦労したんだよ。メモリー？復活の呪文？なんだそれ。はあ、復活の呪文を知らねえのか、モグリのゲーマーだな。な、誰がモグリだ。お前のことさ。おい待て。くそ。お姉さん、会場のみんな、俺行ってくるね。よくわかんないけど、みんなのことは俺が必ず守るから。だからこの後も応援よろしく。エグゼイド頑張ってね。行ってらっしゃい。大変、みんなまたバグストーが復活しちゃったね。みんなお願い、次はさっきお答え教えてくれたぐらい大きな声でエグゼイドやスナイプの応援よろしくね。くっそ、あいつどこに行ったんだ。この辺りに逃げたと思うんだけどな。それにしても復活の呪文ってどこかで聞いたことがあるような。あ、スナイプ、
この辺りでバグスター見なかったか。なかなかすばしっこいやつでさ。あいつはすばしっこいだけじゃない。え、そうなのか。あ、スナイプもあいつを探してたんだな。あいつはなかなか頭も切れるやつだ。へえ、そんなに褒めるなんて意外だな。さらに戦闘能力も高い。あいつとすでに戦ったのか。ああ。なあ、じゃああいつの言ってた復活の呪文って。はっ、復活の呪文ってのはな、セーブしたポイントからまたゲームを始めるのに必要なものさ。あ、そうか。古い RPG とかあの芸能界とかの予言するやつっていうか、なんで俺を攻撃するんだ。まだ気づかないと。お前はバグスだ。変装していたのか。なぜそんなことが。俺はすでに奴と戦ったからな。それで姿をコピーして、その状態をセーブしたってこと。姿など大した問題ではない。え、大事なのは戦闘力さ。ふっ、ギュリうるわ。なんだこれ。この戦い方まるでスナイプのようだろ。スナイプの戦闘力までコピーしたってことか。正解だ。俺はゲームのメモリーから生まれたバグスター。決まったゲームを持たないが、どんなゲームからでもメモリーできる。だからなんだ。スナイプ本物だよな。は、見てわかんねえよ。この喧嘩腰の態度、本物だ。ったく、あの程度のバグスターに苦戦するとはな。いやー、いろいろあって混乱しちゃって。どんな力を持っていようと、それを上回る力で打てばいい。それだけだ。まあ、確かにその通りだな。な、てめえ、なぜ生きやがる。正確には復活したんだよ。セーブポイントからな。いつの間にセーブを。ああ、まさかお前。ああ、今度はエグゼイド、お前の力もコピーさせてもらったよ。うっ、うりゃ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 、死ね。力にエグゼイド、スナイプ、2つのキャラクターの力を上乗せしたからな。小賢しい手を。お前たちがどんな力を持っていようと、それを上回ればいいんだからな。完璧だ。これほどの戦闘力を手にできるとは。お前たちに感謝しなくてはな。これで俺は世界中の人間をゲーム用にすることができる。そんなことさせるか。おい、死にに行くつもりか。でもほっとけないだろ。どうやって止めるつもりだ。何にも考えがないんだな。お前のガシャとよこしな。こんな時に何を。
全てのガシャットを手に入れれば半分ず楽勝だ。全てってじゃあ今目の前の命はどうするんだ。勝つ方法を探してから言え。勝つ方法ならある。何？へえ、どういう方法なんだい。お前は強い。自分に俺とスナイプの力を足し算してるからな。その通りだが。だがな、俺とスナイプが協力プレイすれば掛け算なんだよ。は？何を根拠に。共に戦うっていうのはそういうことだろうが。お前、あんたがゼロじゃ戦えない。俺があんたのガシャットをもらってやろうか。ふざけるな。おいおい、本気か。俺はかかってこい。うりゃ。なんだこいつら。今だ。指図すんな。何？はあ。どうだ。どんな力を持っていようと、それを上回る力をぶつければいいんだ。な、スナイプ。それは俺のセリフだ。この程度の掛け算であったと思うな。会場のみんな。ここからはみんなも応援で一緒に戦ってくれ。はい、かける数字は多い方がいいからな。はい、貴様ら調子に乗るなよ。もうコンティニューでクリアしてやるぜ。さあみんなで声を合わせて応援するよ。せーの。とどめだ。ミッションコンプリート。さあ次はエグメイドに応援するよ。せーの。何してる。お前がゼロでは掛け算にならんではないか。分かってるよ。の力をメモリーしたはずなのに。俺たちは常にレベルが上がってるんだよ。過去の俺たちと比べるな。頑張れ。さてフィニッシュは必殺技で決まりだ。奴のコアであるメモリーを破壊した。セーブデータも全て消えただろう。二人の完全勝利ってやつだな。ああ、ちょっとどこへ。ガシャットがないんじゃ用はない。
相変わらず釣れないな。よし、俺も戻るか。会場のみんな、今日は応援ありがとう。みんなの応援のおかげで勝つことができたよ。これからも俺頑張るから応援よろしくね。それじゃあ、ラーミーの2人の大